ミーティアは、イギリス空軍、ドイツ空軍、スペイン空軍、イタリア空軍のユーロファイター、フランス空軍のラファール、スウェーデン空軍のサーブグリペンなどに搭載するために、まだ社が開発している、アクティブレーダー誘導の長距離空対空ミサイル、視界外射程の空対空ミサイル。2000年から本格開発が開始され、強力な電子妨害を受ける環境においても、 遠距離の多目標攻撃能力を有することを目標としている。開発当初からミーティアプログラムはヨーロッパ諸国の様々な防衛産業の強化を狙っていた。イギリス国防省からプロセスに沿った情報提供に応えた7つの企業のうち開発チームの一員としてまだに加わっているのは5つであり、もう2つは主なリスク軽減のための提携を行っている。 ミーティアの開発、選定はアメリカ企業が河川していた長距離空対空ミサイル市場の一角をヨーロッパ企業が獲得したことを意味する。イギリス空軍の BAE ダイナミクス社製、スカイフラッシュの後継となる次、世代空対空ミサイルとしてイギリス国防要求書線239に基づいて選定された。 詳細な性能要求に関する発表はなかったが、機動力を高め、週末誘導時において、当時の最新技術を使用した、ヒューズウェアクラフト射精 AIM-120、アンロムの射程を上回る3倍の回避不能ゾーンを要求したと考えられている。これは、スマイナス27に搭載する。 ラムジェット動力の長射低空対空ミサイル R-77PD に対抗することがミーティアの必要条件の基礎を形成した。ミーティアの外装とサイズは台風運に半埋め込み式で搭載でき、アンロムと大さない大きさという制限がある。まだが検討している回マイナス35のウェポンベイに4発搭載できるように制御翼を20%短くし、 エアインテークの形状を変更した改良型。ジャナムは、ジョイントニューエアー2、エアーミサイルの略称である。2014年7月17日この改良型に搭載するシーカーに関して、日本とイギリスの間で共同研究することが決定された。この研究は、ミーティアに日本のシーカー技術を適用した場合、どの程度の性能になるかをシミュレーションするものである。 2016年1月9日に発表された日英外務防衛閣僚会合共同声明では JANAM の実現可能性にかかる研究の第一段階が成功し第二段階への移行が確認された。2017年12月14日に発表された日英外務防衛閣僚会合共同声明では JANAM の試作研究と発射試験を進めることが明記された。 2001年にアーミジャーを補佐するものとして、ユーロファイターの凹みに搭載できる対、レーダーミサイル型を検討していることが報じられた。2006年にアーミジャーの開発が中止された後も、イタリアが小型化したエイジム -88E のシーカーを搭載したものの開発を検討していたが、財政上の問題により開発は行われていない。ありがとうございます。